ウィリアム・ベップは、アメリカ合衆国オハイオ州のホイッグ等の政治家。第19代オハイオ州知事であり、オハイオ出身で選出され就任した3人目の人物。ベップは、オハイオ州、バトラー軍のウェールズ系移民の家に生まれる。エドワード・ベップの子。親子は現在オハイオ州、シャンドンとして知られる、パディズランの初期の住人であった。 1826年にパディズラン学校が新しい修法のもとに設立され、新しい建物が建てられ、ベップは最初の教師として雇用された。1824年10月16日にサラシャックと結婚、後に少年を相手とする寄宿制の学校を開いた。授業をしながら彼は弁護士になる勉強をする。1831年に弁護士を開業。 1840年大統領選挙のウィリアム・ハリソンと4年後のヘンリー・クレイの献身的な運動家となったベップは1846年に州知事選挙でホイック党に指名された。ベップは1846年12月に始まる一期を務めた。彼の任期は1848年12月に満期を迎えたが後継者の就任の延期を必要としたいくつかの近づいた。 州全体の選挙のため、1849年1月まで延長された。別府と妻は後にイリノイ州、ロックフォードに移る。別府は1873年10月23日に死去。妻は1892年1月10日に死去した。ありがとうございます。